自分が生きていくため、お金のため、自分のために働かなきゃいけないのに働けないんですって言うんです。で、これが間違いです。力が出ない。その理由は自分のために働いているからです。その問題はお金のために働こうとしているからです。実は私たちは自分のために生きるよりも人のために生きた方が力を発揮するんです。 ペンネーム、しのさん。20代の女性から届いた相談です。私は仕事が続かないことに悩んでいます。私は現在24歳で、大学卒業後は就職せずにニートやフリーターを繰り返しています。様々な事情から生活保護を受給して一人で暮らしています。自立を目標に正社員を目指していますが、なかなかうまくいきません。というのも仕事をすぐに辞めてしまうからです。 私はこれまで小学校から高校まで通い、習い事や部活動もそこそこに続けてきました。大学時代では人間関係に悩んでからうつ病になり、一時期大学に行けない時期がありましたが、最終的にはすべての単位を取得して卒業することができました。しかし、問題は仕事についてです。アルバイトは大学生の時から始めましたが、人間関係や環境が少しでも嫌だと感じたら耐えられず、連絡はするものの、1日や2日で辞めてしまうことがありました。 さらに、正社員でも同じことをしています。今まで二度、早期離職をしています。自ら次こそは、と意気込みをし、選択し、面接に向かい、採用していただいたにもかかわらず、何か不安を感じたり、見通しがつかないと、もう続けられない、行きたくないと思い、そのまま辞めてしまいます。生きていくため、お金のため、自分のために働くのに、すべてを忘れて行動してしまいます。どうしてこうなってしまうのか。 いつからこんな人になったのかと、自分がすべて行っていることなのに理解ができずに苦しいです。周りに相談してももう少し続けたらと言われます。それも分かっています。大イ和尚さんの動画を見て職場で楽しみを見出し恩返しができてからやめようと決意してもとにかくダメなのです。周りの支えすらも裏切ってしまいます。親孝行もしたいのに仕事に関してとにかくうまくいきません。どこかで何とかなると思っているのではないか。 精神的自立ができていないのではないか、などいろいろ考えますが葛藤するのみで次につながっていません。ただのわがままではないかと思われても仕方がありません。でも本当に悩んでいます。どうかこんな私にご助言いただけないでしょうか。働くという言葉を漢字で書いてみてください。働く。人が動くと書きますね。働くという漢字は人が動くと。 書きます。そして実はこの働くという意味はどういう意味か。その本当の意味は旗を楽にするという意味なんです。働くというのは旗を楽にするということ。人が動いて旗を楽にする。それが働くということの意味です。私たち人間は一人で 生きているわけではありません。今、篠さんが仕事が続かないと言いながら、一人暮らしをしている。アルバイトも続かない。正社員ももちろん続かない。就職させてもらったこともある。だけども続かなかった。だけど一人暮らしをしている。それはどういう意味ですかそれは何を意味しますか篠さんは誰かからお金をいただいて生きているってことですよね。つまり、篠さんの生活を誰かが 助けてくれてるんです。そう。つまり、誰かが働いてくれてるんですよ。シノさんが生きていくために誰かが働いてくれてるんです。でも人間というのは、一方的に自分がもらうだけではいけませんね。やっぱり人間は人の間で生きていって、自分も助けてもらう。大いに結構です。だけど自分もできることをして、旗を楽にしていく。それが、私にとってすごく重要なことです。 もちろん様々な障害を抱えた方とかね、そういう方とか、自分一人だけで生きていけないという方もあります。大丈夫なんですよ。その代わりせめて、自分が体が動かない。ねえ。だけれども、自分の世話をしてくれる人に対して、笑顔で接したりとか、ありがとうと言ったりとか。それだって、実は世話をしてくれる人にとってはものすごい救われるし、報いなんですよ。 ああ、この人のお世話またしたいなと思って、また手伝、喜んで手伝ってくださるんです。だから働くということは、自分が動いて、自分の心を動かし、自分の体を動かし、そして人を楽にしていくということは、寝たきりの人でもできるんです。篠のさんは、今ね、体動くわけですよ。そしてこれまでも、就職を探し、先を探して、正社員として、ちゃんと採用してもらったこともあるわけです。だけど続かなかったんですよ。 一つ、しのさんね、その、まず就職してから頑張ってっていう、これまでの私の動画なんかも見てっていうこともあった。だけどできない。今日からですね、ちょっとしのさんに、紙とペン、ノートを買ってですね、あるいは自分の今あるノートでもいい、毎日毎日書き続けていただきたいことがあるんです。しのさんの問題は何かというと、いいですか。自分が働くのが、 生きていくため、お金のため、自分のために働くのにって言ってるんですよ。もう一度言います。しのさんの問題は何かというと、自分が生きていくため、お金のため、自分のために働かなきゃいけないのに働けないんですって言うんです。で、これが間違いです。力が出ない。その理由は自分のために働いてるからです。その問題はお金のために働こうとしてるからです。実は私たちは、 自分のために生きるよりも人のために生きた方が力を発揮するんです。いいですかもう一度言います。自分のために生きるよりも人のために生きた方が力を発揮できるんです。私たち人間は。昔、侍という人たちがいましたね。武士と呼ばれる人たちがいましたね。侍というのはものすごい強いんです。まあ今、格闘技も含めて様々なスポーツがあって、様々な本当にスポーツで ものすごい身体能力を発揮する人がいます。でも、でも、おそらく昔の侍には勝てないんですよ。なぜか、自分のために戦ってるから、自分のために生きてるからです。で昔の侍というのは本当に強かった。なぜ自分のために生きてないからです。人のために生きてるんです。侍というのは自分の主君のために、自分の主のために、 命を投げ出す覚悟で生きているんです。だから昔の侍は強いんです。これ自分のためだったら怖くて、切り合いなんかできませんよ。格闘技の選手だって。今ね、本当にもう、YouTube とかいろんなところで格闘家としてね、やっておられる方々。ほら、強かった。強い。そういう人いると思います。侍には敵わないんですよ。自分の名誉のために、自分の金のために、自分のために、自分の家族のために生きてるから。 もう100%人のために生きるということ。それは本当に大きな力なんです。さて、篠さんね。自分のために生きてうまくいかないでしょいかなかったでしょだけれども、何かしら自分はこのままじゃいけないと思ってるんですよ。どうしたらいいかいいですか自分の頭の中書き換えるんですよ。働く。働くとは旗を楽にすること。 自分が動いて旗を楽にすること。それが働くということの意味だという話をしましたね。まずこれをノートに書いてください。働くとは自分が動いて周りの人を楽にすること。働くとは自分が動いて周りの人を楽にすること。働くとは自分が動いて周りの人を楽にすること。それをずーっとずーっと毎日ノートいっぱいになるまで一冊二冊書き続けてください。まずそうやって自分を教育するんです。 自分が自分のために、金のために、自分の人生のために、生きていくために働く。そう思ってる。その定義を全部書き換えるんです。で、それが続けていくうちに、だん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 、そうか、働くというのは自分が動いて、マウネシと楽にすることなんだ。ということが少しずつ分かってきます。処方箋です。処方箋です。まあ、ちょっと先に言ってしまいますけど、処方箋いいですか。三つあります。三つ。 三つ。一つ目。一つ目は、今のノートを書き続けることです。いいですかこれ最後の処方箋になります。仕事ではないんですよ。働くとは何かという定義を書き続けること。それが一つ目です。二つ目。自分の部屋のトイレ掃除を徹底すること いいですか自分の部屋のトイレ掃除を徹底してください。毎日やってください。だって生活方法でしょ何も別にしてるわけじゃないんですよ。自分の部屋のトイレ掃除を徹底してやってください。毎日。毎日掃除する。毎日ノートをつける。毎日部屋のトイレ掃除をする。 これが二つ目です。三つ目。三つ目です。アルバイトを何でもいいから見つけてください。で、そのアルバイトを一週間続けてください。 仮にそれが続けられたら、2週間、3週間って増やしていくんです。その時に覚えてほしいんです。アルバイト始めて、2日目から3日目が一番きついです。初めての経験、体力がない。ですか ?1 日目はいけるんですよ。今までいけたでしょう。2日目いけるんですよ。 3日目ぐらいにピークが来るんですよ。で、ここでいつも篠さんはやめてる。ですか覚えておいてください。すべての物事にはピークがあります。新しいこと、今までやってなかったことを始めた。必ず体が疲れるんですよ。体力ないから。心が疲れるんですよ。心の心力がないから。持続力がないんです。仕事に必要なのはまず体力です。そして持続力です。 好きか嫌いか、うまくできるかできないか関係ないんですよ。そんなの関係ねえって。そんなの関係ねえってありましたでしょ。そんなの関係ねえんですよ。続ける力というのは続けないとつかないんです。あらゆる仕事というのは何かっていうと、あらゆる仕事にとって必要なのは何かというとですね。それは何かというとですね、体の力なんですよ。あらゆる仕事は肉体労働です。 いや違いますよ。頭脳労働もありますよ。頭脳を動かし続けるなんて、こんな大変なこと。わかりますか体を動かすよりも頭脳を動かし続けるのは大変ですよ。それもひっくるめて、実は肉体労働なんです。すべての仕事が。いろんな知識を持っている。口ではいろんなアイデアを言う。だけど仕事が続かない。今世の中で起きている、非常に投げかわしい現象はそれなんです。 大学を出ました。大学を出ました。いろんな知識を持ってます。だけど仕事が続かないんです。なんで続かないのか。まずは、フィジカルに弱い。弱いんじゃなくて持続力がないんですよ。続けないので持続力がつかないんですよ。でも、一気に何年もとか正社員もとか目指さないでください。 迷惑かけますから、バイトよりも。一人一人採用する。大変ですよ。旗を楽にするはずに働いてるのに、旗を迷惑をかけているってことになっちゃうんです。もちろん、正社員になったっていっぱい迷惑かけるんですよ。みんな迷惑かけてます。私だって社会に迷惑かけてます。だから迷惑かけることってのは心配しなくてもいいんです。でも、ね、自分が少しでも旗を楽にするぞっていうつもりで行くかどうか。 これがすっごく重要なんです。昔のお母さん、6人も7人も子供抱えて、今よりもずっと生きづらい時代に、今よりももっともっとお金を稼ぎづらい時代に、本当に皆さんご苦労なさって、よーくこうやって生きてますね。そう、自分のために生きてないからですよ。子供生まれちゃったんですもん。6人、7人抱えてたら、ぐっちゃぐちゃですよ。だけどもう、やるしかないわけです。先に自分の責任を作ってしまって、 その責任を必死こいてですね、全うしようとしているうちに、そんな全うなんかできないですよ。だから、ああ、もう上手にはできないのは当たり前。今の人たちはやることが少ないので、完璧にやろうとするんですよ。昔のお母さん、6人、7人、子供いて完璧な子育てできるわけがないっちゅうだから、完璧にできないっていうことが当たり前だったんですよ。うまくできないことが当たり前だったんですよ。それでもいいんです。やっていくうちに、だん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 、 それはできるようになっていくで。それが完璧にできないうちに子供たちもちゃんと育っていくんですよ。そもそも親が完璧に子育てなんかしてくれないので、そこに頼っててもしょうがないなって言って子供たちが自立していくんです。今は違うんです。自分が完璧にできることしかやらないし、完璧にできることだけをやって、かっこつけようとしちゃうんですねで。それがいつしか何かしら自分がうまくいかなかったり嫌なことを言われたり、 耐性がなくなっていっちゃうんですよ。なので、いいですか。まず、自分のために、いろんなこと言いますけど、自分のために生きてるんじゃない。自分のために働くんじゃないと思ってください。ね。そのようにして、自分を教育していくんです。それがノートです。そして実際に自分が、いいですか。頭の中でそんなことを思っていたって、いくら思って強く念じていたって、体を動かさなかったら動かないんですよ、体って。続けなかったら続かないんですよ、体って。 でも続けていくと習慣になります。一週間、二週間と同じ習慣を続けていくと、それをやることが自分にとってやらないことが気持ち悪くなる。やることが当たり前になっていくんですよ。毎日毎日トイレ掃除を徹底的にきれいにする。YouTube 見たら、トイレ掃除の仕方、本当に美しくトイレ掃除をする。どうやってやったらいいか全部教えてくれますそれを見てトイレ掃除きれいにしてみてください。毎日。これが続いていくと、トイレ掃除しなきゃいけなくなる。 その次に、コンビニでもいいからバイト行ってみてください。毎日トイレ掃除、コンビニのトイレ掃除するんですよ。必ず、お客さんも気持ちよく使っていただけるし、でそこで働いてる他の人たちも、いや、なんかすごいトイレきれいになったね。必ず旗を楽にするっていうことが、トイレ掃除するだけでできるようになるんですよ。そんなトイレ掃除なんて根性論って、おそらくね、いろんな批判する人もいると思います。 でもやったことあんのかって感じですよ。やったことあるんですかって。あなたトイレ掃除徹底して続けたことあるんですか一回でいいからやってみて。本当にそれだけで変わるから。引き寄せの法則違いますよ。あなたの持続力がついたってことですよ。物事を継続してできる人は、人は信用するんです。物事を継続して続けていくってことが自分にとって一番最高の自信になるんですよ。 何か一時期頑張って何かの賞を取った賞を取った後に潰れていく人いっぱいいませんかプロの選手だってそうですよ。燃え尽き症候群になっちゃう人いるんですよ。短期間何かの目標を目指して頑張る。誰でもできるんですよ。だけども、継続するって難しいです。私のいる福音寺は540年続いてます。540年続けてきたことがあるんですよ。 私たちが別に特に大した能力もあるわけじゃない。だけども継続してやり続けていることがあるんですよ。その一つが例えばトイレ掃除であったりします。騙されたと思ってやってみてください。自分のためじゃないんです。この後このトイレを使う人が気持ちよく使えるようにそれを想像してトイレ掃除を毎日やるんですよ。でもそれを続けていくことによって、いいですか。自分の頭の中が書き換わる。自分の体力がつく。 持続力ついていくんですよ。何かをきれいにする整理整頓をするそれを物事の取捨選択をしたり、それからその物事に対して何が大事なことなのかっていうことを明らかにしていく作業でもあったりします。掃除っていうのは。そうでしょういらないものを捨てるわけですよ。自分にとって不要なものを捨てるんですよ。トイレの中から。そうですよね。 そして、その自分にとって必要なものを元に戻すんですよ。それが整理整頓ということです。そしてそこを毎日毎日綺麗にしていく。自分の頭の中綺麗になってきます。自分の生活が綺麗になってきます。自分の部屋が綺麗になってきます。自分の働いている職場がき綺麗になってきます。人間関係が綺麗になってきます。そのすべての基本が、この掃除というところに詰まっていくんですね。込められていくんです。 ということで、しのさんね、いいですか三つ具体的に私、処方箋を出しました。やるかやらないかはしのさんです。できないんですじゃないんですよ。やるんですよ。お釈迦様はこんな言葉を残しておられます。泣きながらでもやりなさい。泣きながらでもやりなさいです。本当に大事なことは泣きながらでもやるんです。そして、今正社員として長年勤めて、 何かしらの形で旗を楽にしておられる人たちはみんなどっかで人生のどこかで泣きながらやったんですよ。泣きながらやられなかった人誰もいない。そういう人が笑ってるんですよ。笑いながらやったんじゃないですよ泣きながら実はやった経験があるんです。みんな。楽しんでって言うじゃないですか。今スポーツとかで。楽しんで。違いますよ。そのかけてどんだけ泣いてるか。本番楽しんでやるんです。 でも練習の時泣いてますよみんな。一流の人たちは。何か一つブレイクスルーを起こした人はみんなどっかで泣いてるんですよ。今爽やかにやってるように見えて、それが人生の現実です。でも現実ってことは悪いことじゃないんですよ。泣きながらやってみてください。そっから先の人生ものすごい面白くなるから。泣きながらやったことがない人が人生つまらんって言うんですよ。一回でもいいから。 泣きながらやってみる。泣きながらでいいからやってみるんですよ。そしたら、人生って面白くなるんですよ。人生は泣いたところから始まる。笑ったところからじゃないんですね。ということで、しのさん、ぜひ仕事が続かない。だけど生きてますよね。生きるという作業を続けてますよね。そう。毎日ノートに働くことの定義を書く。 トイレ掃除をする。まずはそれを続けてみてください。そこからアルバイトを1週間続ける、2週間続ける、だん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 伸ばしていくんです。一気に正社員、目指したらアウトです。ということで、ぜひ石野さん、3つの処方箋それだけを集中して取り組んでみてください。応援しています。